モトゥルデサンホセは、グアテマラ、ペテン県中央のペテンイツコ北岸近くにある古代、マヤ遺跡。幾様式として知られる特徴のある河原系の生産で知られる。モトゥルという語の意味は明らかでないが、同名のマヤの地名は他にもいくつか見られる。ユカタン州にもモトゥルがあり、また、ティカルの古典時代の名前のムトゥルも関係あると考えられている。文章文字によれば、古典期には、 モトゥルデサンホセワイクと呼ばれていた。この文字は、ソルキンの第二日と同じ字である。この文章文字は、古典紀前期には、北の部フカル後期には、モトゥルデサンホセを表す文字として出現する。一跡には四つの石碑といくつかの石碑の断片が残されているが、保存状態は良くない。また、大部分の土器は、湿度値が明らかでなく、日付が、 カレンダーラウンドのみであるために時代が不明である。このため、モテルデさん、ホセの歴史は不明な点が多い。石碑にはイツアのコが見られる。またセイバルとフローレスの石碑にはイツア族に特徴的なカネコ王の名が見られ、849年と869年のカトゥンの終わりを祝っている。おそらく古典紀前期にすでに王朝があったが、最初の明確な王は、 石碑4の気日王で682年の年が記されている。気日から9世紀のカネク王まで9人の王の名が確認される。711年の石碑にはモトゥルデサンホセが再興したティカルのハサウ・チャン・カウィール一世に従属していたことが記されている。741年には王がマチャキラーの捕虜になった。745年には 王がドスピラスの捕虜になった。8世紀後半にドスピラスが崩壊するとモトゥルデサンホセは婚姻関係を結んでイダやシチランを含む他の都市からの攻撃を受けた。モトゥルデサンホセは1895年にテオベルト・マーラーが訪れた。1998年以降、ウィリアムズ大学のアントニア・フォイヤース及びフロリダ博物館のキティ・エメリーの率いる調査隊によって 発掘調査が行われた。ありがとうございます。